よーし、行きましょう。ロズ様。でかすぎるぞ。広すぎるぞ。なんなんだ、ロズ様。お、すごい、下、下にある。知ってるか、ライラン。ローズタワーもパワースポットらしい。つまり、てっぺんはダイマックスできるんだってよ。それはいいとして、エレベーターでてっぺんまで行けるのか？ローズタワーって確か100階建てだぞ。マジか、すごいな。ここでお引き取り願うんだから、エレベーターのことは気にするな。不審者がいます。スタッフたちは直ちに不審者を追い返してください。な、オリーブ様もああおっしゃっておられる。不審者を追い払ってたんまりボーナスいただくぜ。おー、バトル多そうだね、やはり。さあ、アンヤンドさん。ニトロチャージでいけんじゃないかな。おい、オッケー。よー、しかしました。なんか BGM そのままなんだ。ボーナスが、夢のマイホームが。ローズ委員長に会うんだ。どこにいるのか教えてよ。エレベーターに乗ればいい。委員長はてっぺんにいるから。よし、あとちょっとでローズ委員長に会えるぞ。待ってろ、兄貴。ほら、ライラも行くぞ。こんにちは。とりあえずちょっと見たいよね、ぐるりと。まあこんな感じみたいですね。よし、行きますか。長いな。お、あれ、まだ途中だぞ。どうして止まったんだ。バトルっぽいね。あなたたちジムチャレンジャーですね。ご参加ありがとうございます。ですが邪魔は許しません。ローズサーに入っている様々な関連会社を守るためにも追い返します。ポケモン勝負だってできるローズサー自慢のエレベーター、作っているのは関連会社であるマクロコスモスコンストラクション。お、タッグバトルか。ゾウドウさんとドウタくんさん。とりあえず火炎ボールをドウタくんに当てるか。ほい、僕の腕が見えた今。多分ね、俺の方来るんじゃないかな、穴を掘るだったら。なのでアマガーさんにします。だよね、やっぱり。よしよし、さあドリル口橋で。ここリー、いいね、倒しきりました。ナイスゲーション。負けたからには素直に引き下がりましょう。だがローズ委員長の邪魔はしないでくださいよ。ローズタワーのエレベーターは床だけを動かします。それでは危ないので光る壁を発生します。
マクロコスマスコンストラクションもよろしくお願いいたします。普通にすごいよな。タワーで勤務する連中が外からエレベーターを止めるのか。さっさとてっぺんに来たいのに。頑張ってくれたポケモンたちは俺が元気にしてるぞ。ありがとうございます。トップくんめっちゃ動くやん。 300m のローズタワー、今 150m 地点です。ちょうど半分ぐらい。マクロコスモス生命です。保険に入っていますか。マジでいろんな会社がマジでいろんな会社が。さあギギンヤルさんとクチートさん、わー威嚇か。そうか、まあ、とりあえずクチートさんかな。おい、さあ押しかかり、ナイスキューショー、ギアチェンジ。よし、ニトロチャージで行きましょう。で、多分倒しきれるんじゃないかな。めっちゃギアチェンジするね。さあ、のしかかり。よし、オッケー。私、高所恐怖症で大丈夫ですか？ポケモン勝負で負けても保険は降りないんです。あー、一回一回回復してくれる。ホップくんイケメンすぎんか。てっぺんまでもう少しだが、委員長に合わせない。私高いところも平気。マクロコスモスエアラインズで空の仕事をしていますからね。マジですげえな。本当にいろんな会社がって感じだよね。ハガネイルさんとマギョさん、とりあえずハガネイルさんいっちゃいますか。さあ、火炎ボールでお願いします。はい、もうね、回復してくれると分かればもう火炎ボールバンバン使ってしまっていいんじゃねえかと思うんで。お、まいったね。いいね、濁流。よし、もう一発だ。火炎ボール当たんなかった。もう一発だ。よし、おい、いいね。委員長に会えると思うな。あの人は突破できないぞ。高いビルというものは上に行くほど偉い人がいます。タワーのてっぺんにいらっしゃるローズ委員長はまさにトップオブトップスです。
ありがとうございます。どうやらあと少しらしいな。気を引き締めていくぞ。頑張りましょう。お、着いたか。オリーブさんがいるね。ライラ、用心するんだぞ。すんだんだけど。ようこそ地上300メートルローズ委員長のスペースへ。私のオーダーをこなす特別なスタッフたちをものともせずにやってくれるなんて、さすがチャンピオンダンデが推薦したポケモントレーナーね。でもね、ここでお帰りになってもらいます。だってローズ様の邪魔だなんて私絶対に許せません。まずはライラさん、あなたをボコボコにすればチャンピオンもがっかり落ち込んで委員長の話を聞きます。おー、リーブ戦か。ダイマックスいけるのかな。お、雪目の子さん、お、いけそうですね。さあ、まずは火炎ボールでいきましょう。ゴーストと氷だったよね、確か。雪目の子さんは、はい、よーし、一発。さあ、ミロカロスさん、ミロカロスさんか。氷技あったら怖いよね。タルップルさんだとストリンダーさんの方がいいかな。いや、タルップルさんを信じよう。さあ、リンゴさんね、アクアリンゴか。さあ、勝ち気。さあ、もう一発自己再生ね。まあでもリンゴさんでじわじわと特防下げることにもなるんで、持久戦に持ち込んでも勝てるかなと思うんで。お、いいですね。よし、倒せたのはでかい。エンニュートさん、毒炎でしたっけ。このジェリーガメさんかな。めっちゃスマート。さあ、アクアブレイクだ。よし、アマージョさん、アマージョさんは草タイプですね。アマガーさんでいきましょう。さあ、ドリルグジマシーン。お、生えましたね。メロメロか。メロメロきますか。いや、いける。マジか。アクロバット。まあ、なんとかできるんじゃないか、このままでも。よし、ナイスパッション。
さあ、ダソーさん、ダースとダースさんは毒タイプだったかな。ってなると地面かエスパーが弱点つけると思うんですが、覚えてるポケモンさんがね、なんといないんですよね。なのでここは力技に出ようと思います。まあダイマックスしてくるんじゃないか。よし、こちらも行きましょう。大番で。さあ、体力265。巨大マックスきますか。うーわー、なんかすげえ巻き込んでる感がすごいある。すごいって2回言っちゃった。よし、いいんじゃないか。半分いってるね。砕ける鎧。第6。ここ耐えてくれれば。よし。天気変わりますね。さあ、もう一発だ。そうか、向こうが早い状態になっちゃうのか。おお、ナイスガッツ。さあ、大番。よーし、勝ちましたね。ありがとうございます。なんてこと。勝ち上がったジムチャレンジャーの実力を見くびっていました。本来であればまだまだ妨害したいところですが、願い星は集め終わりました。あとは好きになさればいいんです。さすがだぞ、ライラってエースバーの強さをめちゃくちゃ引き出してるよな。ありがとうございます。私は委員長のため準備を進めていますから。お、いましたね、ローズさんに。ダンデさん、ダンデ君、もう100回は話しただろう。それでも分かってくれないのか、チャンピオンともあろうものが。理解しているつもりですけどね。ただ1000年先の問題を今すぐ解決するために明日のトーナメントを中止するのは理解できない。たった1日ですよ。チャンピオンの責任においても絶対に試合をする。ガラルに暮らすみんなの、そして俺の楽しみなんですよ。分かっていない、全然分かっていないよ。ご覧よ、ダンデ君、眼下に広がるガラル地方、これだけの輝きを保つためのエネルギーも千年先にはなくなる。ガラルのみんなはその時生きていないんだよ。だったらたった一日とは言わず、一刻も早く問題解決のために動く。より良い未来にするために。千年先？なるほど、委員長の懸念はなんとなくですが分かりましたよ。明日の決勝が終われば委員長を手伝いますから。兄貴、時間になっても来ないから俺心配になって、ネズさんやマリ、エール団にも助けてもらってここに来たんだぞ。ホップ君を不安にさせたこと素直に謝ります。
大人はね、プライドが邪魔してね、正直に話し合えないんだよ。トップ、ライラ、ホテルで好きなもの食べようぜ。俺がとことん奢ってやる。ありがとうございます。ローズ委員長、明日の試合をご覧ください。ガラルの歴史に残りますから。ガラルの歴史に残る。甘いね、チャンピオン。ガラルの未来を変えるんだよ。この私がね。翌日の夕方。いよいよだぞ。バッチリ眠れたか。試合をするのはお前なのに、なぜか俺が緊張してるぞ。ライラさんですね。ファイナルトーナメント開催です。スタジアムまでご案内します。夕方って言ってましたよね。やっぱこういう試合はナイターというか夜にやるものなんですかね。ホップ様と相棒のゴリランダーがぶっ飛ばすぞ。待ってください。私はいいリーグスタッフです。いいリーグスタッフです。自分で言うのもなんですが、昨日の話は聞いております。オリーブさん、委員長のためなら何でもなさるところがありまして、そのため専用スタッフを極秘で抱えていたそうです。ですが本日はご安心を。確かなスタッフばかりです。だってさ、行こうぜライラ、今すぐお前の試合が見たいぞ。シュートスタジアムまで案内いたしましょうか。お願いします。では参りましょう。行きましょう。マジでいよいよなんだな。お、いますね。ライラー、ガラル最高のシュートスタジアム、お前の最強の戦いで世界を熱狂するんだぞ。頑張りますよ。さあ受付してこいよな。リザードンの大バーン、他の大バーンと違うよ。なるほど。多分さ、エースバーンの大バーンもさ、なんかね、独自なものがありそうな、そんな気がするけどね。どうぞ。すげえ、ファンサしてる。ファンサする立場になったんか、俺。すげえな。あんまりね、触れてなかったんですけど、イオルブさんに進化してますよね。レドームスさんだったよね、確か。ライラ選手、お待ちしておりました。セミファイナルトーナメントを制したあなたを、本気のジムリーダーシリンが迎え撃つファイナルトーナメント。うわーすげーなー。これ勝ち上がればいよいよチャンピオンとの試合。選手控え室に行かれますか。行きます。まあ薬は大丈夫じゃないかな。お、皆さんいらっしゃいますね。目指すのは優勝かね。ダイマックスを使わずに勝ってスパイクタウンのみんなの誇りと笑顔を取り戻したいんですよ。お久しぶり。ジムチャレンジでの試すような試合とは違い、今度は真剣勝負だからね。仮面がなんだか美味しそう。
勝ち残りダンデに挑む。お礼様にはそれしかない。出なければジラルドンたちに報えることができないからな。なるほどね。多分ジムリーダーのみんなもそのダンデさんに挑む権利がそれぞれにあるみたいな感じなのかな。座っちゃった座っちゃいましたね。隣よろしいですか。あら座れない。1回戦の相手がキバナさんとはついてないな。天候あれこれ変えられても粘っていきたい気持ちですね。観客が喜ぶ派手な試合にはならないよ。シビアな戦いがどんなものかみんなに教えてあげないとさ。ポケモントレーナーとして最後までサバイバルするため、僕はチャレンジを続ける。チャレンジをしていればいつまでも輝きを放てるよ。さあということで、トーナメントってことは、まあ要するに死人全員と戦うっていうシチュエーションではないってことですよね、おそらく。よし頑張るか。インスバーンさんはちょっと温存したいな。いや今回も特攻隊長でいてもらおう。よし行きます。たださ、気になったのがポプラさんがいなかったんだよね。多分新ジムリーダーが来るのかな。ただ死にって言ってたか。待ちなよ。お動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。